着いたわ。ここからは新市街地よ。アリンの話だと、新市街地を横切って大聖堂を通過するとギガントホールの中心部、そして死の木がある場所、王の庭園へ行けるそうよ。あ、あそこ。やれ。兵士たちがいるわ。ちょっと行ってみるわよ。王城から派遣された騎士なのか。カブイチゴ、ちょっと耳貸して。ここはその程度行きましょう。必要な情報を得られるかもしれないわ。そうだ、法王朝から来た。おお、よかった。ということは法王朝直属部隊、さぞ凄腕だろうな。これで助かったよ。あの人が噂の救援騎士団の騎士、なんだか女神の力を感じるよ。我々は港までの安全な道を確保するために送り込まれた先発隊で、本隊はお偉い方々をお連れして移動中だ。向こうには大司教様もいらっしゃるんだぞ。そっちに合流してくれ。ふむふむ、わかった。そうさせてもらう。本隊の位置は今頃新市街地の大広場あたりまで来ているだろう。なるほど。では大広場に向かおう。皆の者、ご苦労さん。勇気を持って。
な方はいらっしゃいますか。ベーダー一筋の光が淀った僕が先頭に立とう。しっかり私がいないとダメなのか。僕が先頭に立とう。一筋の光が夜空を照らす。助けが必要な方はいらっしゃいますか。僕が先頭に立とう。いらっしゃいますか。でもちょっと期待しすぎたかな。
所有者にはこんなペットまでつくんですね。本の所有者ということがどうしてわかったんだ。私の目的地もあなたたちと同じなんですよ。大司教に会いに行くんでしょ。さあ一緒に行きましょう。ねえ、何してんのよ。さっきはごめんなさいね、妖精のボス様。君怖いよ。助けが必要な方はいらっしゃいますか。僕が先頭に立とう。助けが必要な方はいらっしゃ。私がやるとダメなんだから。一筋の光が夜空を照らす。まだ準備が足りないよ。まだ準備が足りないよ。Huh!
要な方はいらっしゃいますか。勇気を持って。
たは救援騎士団のソリンだろ。さあ顔をお上げなさい。そなたが来たからにはもう心配無用ですな。救援騎士団の精鋭騎士がもう二人合流する予定です。大司教様を安全にお守りして解放軍の総司令官エドワード卿を救出するように命じられています。君だ。やめろ。助けて。この一連の出来事について大司教はたくさんの秘密を知っているはずです。大聖堂に行きましょう。魔獣の中には高い知能や人間と同様に意志を持つ種類もいます。まるで大司教を狙っているようでしたが、何か目的があってさらったのなら大司教はまだ無事だと思います。急ぎましょう。え、知らないの？さっきの魔獣は王妃よ。なんですって。ベルの言う通りだ。彼女は大司教に恨みを持っている。行方不明と知られていた王妃が生きていたなんて想像もつきませんでした。ということは王妃の身柄も確保する必要がありますね。急ぎましょう。
要な方はいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？私は女神の殺す気は毛頭ないから安心しろ。私の質問に正直に答えたらな。どうか、慈悲。なぜ私に黙ってエドワードをアリア大陸へ行かせた？どうしてあの子を売り飛ばした？あなたもそれを望んでいたじゃないか。エドワードの安全を確保するためだったんだ。そうだろう、私にも言ったじゃないか。安全な場所を逃がしたいと。だから行かせたんだ。このイカれた王宮から脱出させるためにな。その脱出の責任を全て私になすりつけた。貴様のおかげで私はこんな体にさせられた。エドワードを法王庁に引き渡したのはマグヌス本人だったんだ。
たちの関係を知っていた。私たちの関係を知っていたんだ。あの暴君が関係を知っていたんだよ。なんだって、マグヌスが私たちの関係に気づいて、エドワード。そうだ。エドワードに試練を与えた。きっと成長して欲しかったんだよ。どういう人物か知っているだろう。ケニエがもっと超えるのを待っていたんだ。マグヌスはそういう男なんだ。マグヌスが、あなたは本当にジャイアン王妃なんですか。なぜそんなことを聞く。あなたを元の体に戻せるかもしれません。私と一緒に鳳凰城へ行きましょう。あなたの安全は私ソリンの名にかけて保証します。また実験体に戻るのはごめんね。私はもうこいつに用意。実験体はこいつだけで十分だよ。貴様も味わうこの苦しみ。あの待ってください。大司教様、私たちと一緒に戻りましょう。よこのペリー！ダメよ。助けが必要な方はいらっしゃいますか。
先頭に立とう。私は女神の剣、私が方はいらっしゃいますか。
そなたを待っていた本の所有者。知っていたのか。隣の救援騎士団の女も気づいていただろうな。私にはわかるの。エドワードとマグヌス、二人の気配を感じる。二人とも生きてるということ。エドワードが呼んでいる。あの子には私が必要なのだ。あんた本当にエドワードの母親なの？私はエドワードの生みの親、そしてこの国の王妃だ。あんたジャイア王女じゃないじゃない。ずいぶん懐かしい名前だな。懐かしくてイライラする名前だ。あの馬車の中に戻れるの。何もかも耐えられた。子供を産むための道具に過ぎなかったことも、上辺だけの王妃だったことも、彼が次から次へと女をもてあそぶことも、王子を見つめるあの眼差し、舌の目も、狂気の儀式も、結局最後までジャヤという名前が私のものになることはなかった。それでも耐えたんだ。エドワードの母親は他の誰でもなくこの私なのだから。でも彼女にあんなことをするんじゃなかった。彼女に顔向けできなくなった。まさかジャイア王女のことなの？私は彼女に対して拭いきれない罪を犯してしまった。その代償はいつか払うつもりだ。罪を犯したってどういう意味だ？マグヌスは生きている。彼はエドワードの力を吸収して真の王になろうとしている。真の王？時間がない。マグヌスの思い通りにさせるわけにはいかない。エドワードは自分の人生を生きるべき。エドワードはどうやって救うつもり？時が来た。そなたらの力を借りた。大司教を探しているなら、大礼拝堂の裏側に行けば秘密の礼拝堂があるはずだ。昔からそこに隠れて卑劣な真似をしていた。
らっしゃいますか。私はね、切りにして精霊を斧でぶっ潰して、精霊を地獄の炎で燃やして、皆殺しにしてください。だ誰だ、ファイルでないぞ。私に構うな。そうすれば君らのことも見逃してやろう。これも全部王妃が彼女との約束を破ったからだ。王妃は彼女を殺し、約束を破り、同族のバルカン人を滅亡させた。なんですって？それ本当なの？王妃がバルカン王国を滅ぼした？自らの正体を隠すために同族を皆殺しにしたのだ。その通りだ。あの女が潔白だと思ってか。王妃が、私が呪ってやる。全員駆逐してやるからな。真の王の再臨なんかあるものか。ここで神の審判を受けるがよい。なんだか様子が変です。入りましょう。
勝ですか。いらっしゃいませ。
異常反応を起こしたようです。魔獣から別の魔獣が生まれるなんて、そんなの聞いたことがありません。王妃は一体どんな実験をされたんでしょう。バルカン人だけが使える力なのでしょうか。よくわかりません。彼女は大神官シークの知り合いだそうよ。彼女も王族の一人だったんじゃないかしら。だから特別な能力があるのかも。理由はともかく、私の任務は大司教とエドワードの身柄確保。失敗してしまいましたがね。状況が状況なだけに仕方ないわ。大司教の身柄を確保して仲間と持ち合うつもりだったのに、これ以上あなたたちと共に行動するのが難しそうです。これまでありがとう。状況が変わりましたからね。仲間たちと次の任務について話し合う必要がありそうです。君は結構いい子っぽいのに寂しいな。大司教は城を脱出するときに全ての出入り口を閉鎖しました。だけど大聖堂の屋根から王の庭園に行けるはずです。いよいよ王の庭園か。幸運をお祈りします。縁があればまたいつか会えるでしょう。王の所有者、女神のご加護がありますように。